しかし、さすがは妃の推薦だな。まことね。その上、言うことも理にかなっている。キッチンは使うことでしか覚えられないか。言われてみたらその通りやけん。メニュー少しずつでも覚えていかんと。ああ。フル規格の食堂車厨房で働くのは確か。チーフとスケさんとパンさん、つまり調理責任者さんと調理助手さんと配膳係さんの3人。加えて会計係やテーブル係の女性たちだったか。女性たちは厨房に入らなかったとは聞くが、これでも響が最初に引いた図面より、うん、広い。だってこれだけスペース取っちゃったら。だよな。18メートル級機動車の半分以上を悠々占有してしまう。論より証拠とはこのことだ。この感覚をもっと早くに体験しておけばよかったな。今からでも遅くなかけん。やろ、ニーニー。うん。僕は何を手伝えばいい？キッチンに二人おらんと意味のなかけん。ニーニーは野菜ばカットしてくれる？わかった。何を切る？ナスとトマトとオクラ、それから玉ねぎみじん切り、あとはちくわ。ああ、鉱山鉄道、改め SL カレーからか。何人前だ？3人前？家族だと…ああ、そっか。ウーブの子供サイズのことも提案しないとだ。ああ、だな。山崎さんのレシピには…その辺全く触れられてない。じゃ、その練習も兼ねて 2.5 人前でよか？心得た。私はその前にプリンの仕込み…の大丈夫？ニーニーごめん。何ほどもない。ピーラーを使っていたし。が、ああそうか、冷蔵庫か。牛乳と卵取ろうと思って、ほんとごめんなさい。全くもって問題ない。が、そうか、冷蔵庫の位置も動線を考えないといかんのだな。冷蔵庫のドアを開ける方向も考えないと。っていうか、上蓋式のやつが良かったよね、絶対。なるほど、確かにその方がスペースを確保できるな。いきなり勉強になるな。だな。この段階ではできるだけ失敗した方がいい。怪我だけはしないよう気をつけ、進めていこう。さて、玉ねぎだ。うわ、ちょ、ニーニー、飯見るかもって、あ、だな。実際の仕込みはお客様ご乗車前とはなろうが、匂いと換気、空気の流れも重要になってくるな。客席と厨房の間には仕切りを作れんだろうから、匂いや刺激のある食材は使えんかもしれんな。窓ば開けれん車両だし。そうね、その辺も考えんと。あるいは換気を強力にするなどはできんのか。工夫すればできると思うけど、強力にするとその分電力がいるでしょ。ああそうか、空間だけでなくそちらもやりくりしなくてはいけなかったか。まるでパズルだな。うん、パズル。デザインバーパズルやけん。
ニーニー、お野菜。ああ、すまぬ。響、調理がすべて終わったら、僕はすぐに客席の方に移ろうと思う。うん、そうしてもらえたら嬉しかった。お給仕も私したかけ。ああ。お待たせいたしました。おお、これはかなり豪華になったな。お褒めに預かり光栄です。試作とは思えぬほどに見事なものだ。マスターすべきメニューはまだまだ盛りだくさんか。当店には大人の方からお子様までどなたにもお楽しみいただけるメニューを揃えておりますので。うん、焼き菓子はあらかじめ焼いておくものだそうだし、次にマスターしておくべきはどの辺になる？揚げ物ですね。明日は揚げ物にチャレンジしようと思っています。ああ、石炭唐揚げか。食用炭というものは果たしてどんな味がするのか。ねえ、そこば気になる。ああ、そこのところが気になりますよね。ウェイトレスな響きも無論素敵だが、いつもの響きの方がいい。え？今は妹、いや、僕の恋人に戻ってくれ。響きと一緒に僕は食事を楽しみたい。ね、ニーニー、やったらね、冷めないうちに。そうだな、ひとまずはいただきますだ。いただきます。うん、それほどか。どれ、おお、うん、うん、うまいな。トマトが程よい酸味を与えて、これは深いな。レシピ細かに、うん、書いてあったけん。野菜は一つずつ水気を飛ばす、うん、とか。レシピ通りでここまでうまくなるものか。やはり山崎さんも本物だな。山崎さんって、二人きりの時に別の人の名前。うわあ！なんだ、どうした？カレー、私こうして食べようって思うとったのに。はい、あーん、うん、あーん、お返しだ、響き。ほら、あーん。私ずっとニーニーとこうして食べたかったけ。ずっととは？ちいちゃか頃、ニーニーと喫茶店ごっこしとった頃から。ああ、それほど前からか。うん、あの頃は恥ずかしくてとっても言えなくて、今もドキドキ。やっぱりちょっと恥ずかしいけど。すごく嬉しか。そうだな、嬉しい。美味しかった。はい、ニーニー、プリン、あーん、うん、あーん。おお、これは甘いな。コクがあってうまい。まこと？私も食べたかと。ああ、もちろんだ。ほーら、あーん、あ
うん、おいしい。ああ、嬉しか。昔っからの夢の一つば叶っちゃったばい。他にもあるのか？昔からの未だ叶ってない夢が。ゆうか、ニーニーも知っとると思うけど。ああ響き、あーんだ。うん、あーん。ねえねえ、あの後結局一度もお客さんになってくれんかったけん。ああ、あの頃は僕にも理解できてなかったが、枕姉はおそらく過保護だったのだ。過保護って、それならそばにいてくれた方が。それでは響きは成長できん。枕姉が近くにいれば僕らは甘える。あ、けれど響きが喫茶店ごっこをするときには響きの近くには必ず僕がいた。だろ？だってクマクマと二人だったらお絵描きバストる方がずっと楽しかけん。だろうな。僕と二人の喫茶店ごっこであれば響きは見守られつつ安全に成長を遂げられる。うん。もし仮にそこに危険が混じるのならば。はあ、たった一回、私が張り切りすぎちゃったからなのではないかな。過保護。本当に私早く大人にならんとね。ああ、食堂列車を完成させて私がちゃんと一人前になれるよう。そうして僕がお前を堂々とめとれるように。乾杯。乾杯。相性の相談をしながら寝てしまったか。しっくりくるものは浮かんでこなかったな。名前は最大のキャッチコピーか。みんなで考えても出てこぬものをここで一人で考えたとて。ん？まあ、おはようございます、宗哲様。おはよう、八六。こんなところで寝ていらしたのですか。申し訳ございません、気づかずに。いや、僕ら自身まさか寝込むとは思わなかった。まだ1時間は寝ていられるか。少しだけ待っていてくれ。響きを部屋で寝かせてくれ。はい、お手伝いは不要ですよね。まあな、自分の恋人を寝かしつけるのに他の誰かの手を借りたとあっては男が素だろ。かしこまりました。どうぞお気をつけて。他の誰かでございますか。物でもなく他の女でもなく。あら、嫌だ。私としたことが何を今さら。未練がましいことなど。未練ですか。そうなのでしょうね。ただの一度も女として見ていただけなくとも、物である私でさえこれなのですから。
枕様はどれほど切ないお気持ちを。すまん、待たせてしまったな。いいえ、何の問題もございませんよ。私は宗哲様のレールロードなのですから。レールロードだからこそ朝の時間は貴重だろう。待たせてまで聞きたかったのも小さなことで申し訳ない。小さなこと、一体何でございましょうか。毛布だ。一応の確認だが、お前がかけてくれたのではないのだよな。はい、私でしたら気づいた時にそっと起こして差し上げたかと。そうか、ならば毛布をかけてくれたのは。あら、おはよう。枕ね、毛布、枕姉がかけてくれたのだよな。ありがとう。おかげで風邪もひかずに済んだ。うん、そんな余計なことかとも思うたけど。余計なことなどであるはずもない。そうちゃんにはね。けどひーちゃんには、ひーちゃんずっと頑張っとるでしょ。響きは、響きは今、蝶々が羽化しとるとこ見たことあると？え、蝶々ってあのひらひらと飛ぶ蝶々ですか？うん、その蝶々。直接はないが、映像でなら何度か見たな。私はあるとよ。何度も何度も蝶々が羽化するその瞬間も。何度も会って何も知らんかった頃にはじりじりして待ちきれんで触っちゃったと。ああ、え、それはいけないことなのですか？触るとどうなってしまうのですか？跳ねば歪んでしまうとよ。歪んだままに固まって悪うするとそのまま飛べんようになる。あ、かわいそうなこと。そうね、悪気はのうても善意でも。そういえばかわいそうなことでしたらいけんこと。はい。やけん羽化の最中の蝶には決して触れんと。そういえばうち自身が後悔せんためでもあるけん。それはまっとうなご判断かと。そうね、まっとう、まっとうやけん。伝えたいことが響きの中にあるのなら、それは響きが響き自身で伝えるべきか。なあに、そうちゃん、嬉しかお話？も、あ、違う。冗談。さーて、朝ごはんこしらえんとね。私、お手伝いいたします。あー、うん、ならば僕も。よかけん、そうちゃんはどーんと構えて、ひーちゃんのこと待っとってあげて。そうか、わかった。二番だしはどうなさいますか？あ、こっち変わって。白菜と油揚げの煮物、パパってこしらえてしまうけん。かしこまりました。認められることが苦しいものと知ってはいたが、
だからこそ答えねばな。風だ、ミーだ。ニーニ、ごめん、泣かせてくれた子。何事もない。それより響き、カフェの相性についてだが。思いついたと？そのものではなく手段をだがな。コンテスト、公募をかけてはどうだろう。ここがガマダスカフェ、改めお人よステーションカフェですか。にぎやかですね。ああ、もう満席に近いのですね。広々としているので圧迫感は感じませんが。いらっしゃいませ、お待たせいたしました。わあ、宗哲さんかっこいいです。休憩時間にお邪魔してしまいました。いや、うん、歓迎だ、大歓迎だが、その格好は。えへへ、レイナたち変装してきたんですよ。変装？その、私は軽油、レイナは石炭のメニューをそれぞれ食してみたいのですが。レイルロードだってわかる格好のままだと、本物をカフェで食べてるって思われちゃうかもです。ですので、人間の方に混じっても目立たぬようにと変装を。なるほどな、ではなくて。失礼いたしました、2名様ですか。じゃないんですよ。それではこちらのお席へどうぞ。わあ、キハレーナナイスの絵がありますよ。まあ、あの子の写真も。響さんは経由お願いします。はい。お待たせいたしました。わーい、すっごい、これ石炭にそっくりですよ。この軽油も軽油ですね。飲むのをためらってしまうほどです。ごゆっくりお楽しみください。あ、お冷やいただけますか。かしこまりました。いえ、こちらこそ失礼しました。ごちそうさまでした。会計をお願いいたします。ごちそうさまでした。とっても美味しかったですよ。お客様、お連れ様が。あら、レイナ、顎を少しだけ持ち上げて。はーい。来たばーい。いらっしゃいませ。お二人様ですか。お二人様ばい、見りゃわかるばい。ダメだよ、ナギちゃん、お仕事のお邪魔しちゃったら。こちらへどうぞ。この写真見て、ほら、ナギ様、キャブから手振ってあげとるとこわい。ほんとだ、ナギちゃんニッコニコ。
いいなこれ。玉川下りでもやってほしいな。売っとるよ。ホテルの人にも釣りの人にもラフティングしとる人らにも。手を振る方じゃなくて写真展示。玉川下りの記念写真でもしてほしいなって。はっ、よかとね。鉄道駅だけが駅じゃなかとばい。うん、だよね。玉川下りの発線所だって駅だよね。写真とお絵描き募集展示してほしいの。知らん。どうぞこちらのお席へ。ご注文はお決まりでしょうか。 SL カレー、なぎさま楽しみにしとったばい。私は高菜飯と石炭唐揚げお願いします。です。かしこまりました。オーダーです。 SL 高菜石から。 SL 高菜石から、了解。あ、ニーニ、ミギタさん、整理券お願いしますって。はい、時間は最初の3組は30分後、その次の1組は60分後だそうです。かしこまりました。大繁盛だな。無理はするなよ。うん。ただいま満席でございます。申し訳ありません。よろしければ整理券を発券いたしますか。30分後だって。どうする、しょうちゃん。石炭食べたい。そっか、じゃあガマダス号に乗ってから戻ってこよっか。乗る、戻ってくる。それではこちらの整理券を。お待たせいたしました、お客様。ただいま申し訳ないことに満席でございまして。整理券だね。もちろんもらうよ。おや、60分後か。どうするポーレット。あー、じゃあ一旦仕事に戻っちゃう。わかった。それなら1時間後に再集合しよう。整理券はどっちが持っておく。私が。切符ケースに入れておけば絶対になくしたりしないから。オッケー、それは頼もしい。また後で来ます。大繁盛おめでとうございます。ありがとう。に、ミギタさん、お願いします。かしこまりました。お待たせいたしました。すいません、追加で。はい、ただいま。お会計ですね。少々お待ちください。お冷や、かしこまりました。すぐにお持ちいたします。お、すみません。失格よ。お客様にぶつかるなんて。ゲのゲのゲのゲゲゲゲのゲだわ。長山さん、あ、失礼いたしました、お客様。ううん、チケット、ここからがきついところだし。いや、今は確かに大にぎわいですが、ここからはおそらく空いてくるかと。ソーテツくん、また来ちゃいました。ちょっと早すぎましたか。あ、いえ、空席が出たところですので。おや、長山夫人、助かります。ありがとうございます。呼んでくれてありがとう。理解してないみたいだから、このままじゃ危なかった。理解とは何を。質問の前にやることない。
礼しました。お席へご案内いたします。なかなか板についてるね。本当、いつもと違ったかっこよさ。失礼します。ご注文の品をお持ちしました。おお。こちらお下げいたします。わーい。おお。足もすり足に近い運びだ。列車がどのように揺れてもあれなら対応できよう。いらっしゃいませ。どこかね。一緒に探してごらんなさいな。はい。お待たせいたしました。3名様ですか？さんのオーダーは？洋風ハチクマとお絵かきパンケーキ、それにレーナプリンとマカロンだったな。あ、ドリンクバー、アイスレモンティーとアイスラテの、そのオーダーだ。あと30分遅く来てくれたら一緒にお茶場できたとに。残念だったが、食堂列車のことだけを考えるなら一緒でない方が良かったのではないか。あ、うん。そしたら私、キサキ先輩とポーレットさんとお話とお食事するのに夢中になって見逃した。ああ、ならば。見えたのか？何か役に立つものが。役に立つっていうか、一番基本で一番忘れちゃいやすいもの見直せた。ん？なんだそれは。ねえニーニー、こっち来て。私とお顔近づけて。ああ、これでいいか？まだダメ、もっとね。そうしたら私のこと、いい子いい子ってたくさんして。お安い御用だ。いい子いい子、いい子いい子、響きはいい子、かわいいかわいい、とてもいい子だ。僕の響きは最高だ。いつでも一生懸命で、世界で一番素敵な絵を描く最高にいい子だ。ううん、最高にいい子はニーニ。うん。ニーニはいい子、頑張り屋さん、何でもすぐに勉強できちゃう賢いいい子。響き、あのね、ニンニ。なんだ、響き。見直せたのは今見てるもの。ニンニも私もそれぞれの目に映してるもの。僕と響きがそれぞれ見てる。ああ。幸せ。うん、幸せ、美味しい、嬉しい、楽しい、愛しい、
笑顔、ぬくもり、優しさ、つながり。うん。え、ミュールや、ニーニーにも私がどんなに幸せか。前よりも幸せになるためカフェに行く。食堂列車で旅をするのも根っこでは絶対同じ。ああ、そうだな。ただ幸せになるために、美味しい食事も安全もそのための要素に過ぎない。うん、全てが等しく最重要で必ず満たすべき要素だが、それらは決してお客様の目的そのものではない。うん、私もそう思う。そうなのだな。だから聞かせて、私に見せて、ニーニーが今日見つけた全部の幸せを。ああ、何度だって聞かせよう。何かあった？ニーニー自身の幸せなこと。あったとも。それから響がスタッフを離れお客さんになった時もだ。仕事中さえ普段は二人べったりだからな。一緒にいられることの嬉しさを見失いかけていたが、あ、僕は響と一緒にいるのが幸せだ。それを改めて強く感じてとても嬉しい。私も同じ。ニーニーが好きって何度も思った。一緒にいられて幸せだってお腹で感じた。僕もだ。体の底で感じた。だけどね、ニーニー、ほんの一かけだけ足りなかったわ。幸せが、私自身の幸せが。ああ、その人影は必ず響を待ってくれてる。故に僕らは焦らずに今行く道を行けばいい。すみません、右田秘書。いや、大丈夫だ。相応の理由があるのだろう。はい、アポなしの面会希望者です。本来でしたらアポを取り直すようご案内するのですが。うん、そうできないような来客か。そうしていいのか判断をつけかねまして、訪ねてきたのがレイルロードですので。レイルロード、レールロードだけでか。一人で。はい。なんとそれは珍しいな。どこのレールロードだ。大牟田のミクロと名乗っていました。86系だと。なんとミクロか。お人よまで訪ねてきてくれたのか。
昼まで話を待ってもらえるか聞いてくれ。昼にであればまとまった時間を取れると。わかりました。今すぐにご面会を希望の場合は？5分、いや10分ならすぐにでも時間を作れる。そのように伝えてくれ。はい。もし待ってくれるようなら2時間以上待たせてしまうゆえ、何かその間熊川下りにご招待はいかがでしょう。ちょうど20分後の船がありますし。それはいいな。希望を聞いて乗りたがるようなら手配してもらえるか。発船所までは僕のナビで。そのように運ぶのでしたらご連絡なしに実施してしまっても。そうしてもらえれば助かる。昼にまたこの部屋に来てもらう形なら最良だ。わかりました。これは木崎にチェックしてもらわねばな。ああ、確かにケアが必要な案件か。高崎くんは実にいい点に気づいてくれるな。ん？あの、職員さんに12時になったらノックしていいって教えてもらって。ああ、ミクロか。もう12時か。すまん、すっかり待たせてしまったな。あ、市長室でお仕事されてるんですね、相鉄さん。ミクロすごいなって思います。すごいのは市長の響きだ。僕は単なる響きの秘書だからな。市長さんもすごいけど、市長さんの秘書のお仕事もミクロすごいって思います。うん。そう言ってもらえると光栄だ。というかだ。はい。昼食を響き、市長と一緒に取る約束をしている。ミクロさえ良ければそこで話しようと思うのだが。ご一緒していいんですか？ミクロ嬉しいです。相鉄さんと響さんにお話があってきましたから。そうか。では少し移動する。とその前に。ん？ああ、響か。僕だ。ミクロが訪ねてきてくれた。うん。うん。ゆえ、3人で席を確保しといてくれ。昔の小倉工場です。ミクロがまだ現役だった頃の。昔の小倉ってどんな感じだったの？先にオーダーを決めてしまおう。あ、そぎゃんとね。どれも全部美味しかったよ。あ、ミクロちゃんは人間の食べ物って結構好きです。もちろん一番は石炭ですけど。で、あ、石炭も。はや、石炭コロッケ？あ、あれかな？すごい、本物の石炭みたい。味は？何味ですか？それは食べてのお楽しみかな？じゃあ、ミクロは石炭唐揚げいっちゃいます。あ、この SL カレーにトッピングできますか？ほう。大牟田でも飲食店に入ったりしているのか？はい、ミーティングの後とかに園のみんなと。みんなとか。大事にされているのだな。はい。ミクロ、うちの子と一緒に動物園に引き取ってもらえてよかったって思ってます。居心地いいんだ。すごくいいです。みんなとっても優しくて。だからうちの子を整備できないことみんな気にしてて、それがミクロ、かえって申し訳なくて。うん。では僕も
SL カレーに石炭唐揚げをトッピングで。ミクロは飲み物は？プレミアム軽油、かっこ本物の軽油ではありません、かっこ閉じっていうの飲んでみたいです。そうか。僕はコーヒーにしておく。デザートはこのページから選んでおいてくれ。響きは？私は高菜飯とダゴ汁にしとく。デザートはキハレイナナエスプリンで。あ、ミクロも同じデザートでお願いします。でだ、今日来てくれたのは観光目的というわけではないのだろう？ミクロ、観光全然するつもりなかった。あ、けど熊川下り楽しかった。ありがとうございます。いや、何？ニーニが案内したと？市役所の人に案内してもらいました。相鉄さんがご招待してくださったって言って。あ、そうだったとね。観光目的でないならば、湯布院のデゴイチ絡みの話か？あ、そうなんです。ミクロ、清掃のお誘いに来たんです。おお、清掃の許可が出たのか。はい、そのくらいならってところ、何回かお話しして認めてもらいました。そいでよかったよ。え、ニーニ？ん？って聞いてなかったと？すまぬ、少し考え事をしていた。考え事って？お待たせしました。あ、おいしそう、かわいい。そう言ってもらえると僕らも嬉しい。メニューね、お人よ鉄道のみんなで考えたの。すごい、とっても素敵です。キュータン、うん、いただきます。いただきます。おいしい、すごくおいしい。何よりだ。でね、ニーニー、さっきのミクロちゃんの話なんだけど。整備までは許可してもらえなかったがゆえに、清掃からか。油の塗布までは清掃に含んでもらえたっていうのが、さすがレイルロード、わかってるって感じよね。だな。それで、だからさっきの話なんです。ニーニーと私に清掃に参加してほしいって。土曜か日曜、普通の人が参加しやすい日程で、お二人のご都合に合わせて調整しますから。お人よ鉄道の現役蒸気機関士とお人よ市長もデゴイチの清掃に参加しますって。そしたらできるし。なるほど、僕らを看板に使うのか。そうして地元参加者を増やし、整備につなげ、保存につなげる。そしたらミクロちゃんの86のとこでも同じ手段できっと整備再生できると。良いプランだと第一印象では感じる。無論響の負担をこれ以上増やしたくはないが。やってみたかと。アギャンボロボロの機関車、私今までいじったことないし。うん、それにヒント、何かデザインにつながるヒント、そこから見つけられるかもしれんし。わかった、ならば参加しよう。あ、よかった、候補日。もし大丈夫なら
いくつかもらえたら嬉しいです。うん、関係各所と調整の上、今日明日にも渡せるように善処する。連絡先はミクロのスマホにお願いします。了解だ。で、ミクロちゃん、これからの予定は？あ、この時間なら次のエアクラバスに間に合いますから、それを使って帰ります。なんと日帰りか。バスで直接熊本なら、まあ大牟田まで余裕で今日中には帰れようが、温泉も入らないで帰っちゃうと、ちょこっともったいなかとじゃない？お人湯の温泉ミクロも入ってみたいですけど、帰れなくなったら園に迷惑かけちゃいますし。うん、そう言われては引き止められんな。清掃の時はまた土日のどっちかお休み取るから、そこでの分も普段はしっかりしておきたいなって。本当はお人屋鉄道にも乗りたかったんですけど。あ、ならば86にだけでも会っていくといい。あら、ミクロまだ何もできてないっていうか、86お姉様に会うならその実績とかわかる。自分はこれだけのことをしましたって認めてもらえるようなこと、ちゃんと自分のものにして。そうです、そうです。そうしないと86お姉様に私会えない。大好きだから憧れるからそう思っちゃう。なんです。だからミクロ、今のミクロだとやっぱり今は会えないかなって思います。うん、ならば実績、このデゴイチやミクロ自身の86を見事に復活させることで作り示すといいだろう。そうですね、ミクロもすごくそうしたいです。できることならば手伝おう。きとも道中気をつけて。気をつけます。お忙しい中本当にありがとうございます。ああ、いや、ここの会計は僕が持つ。でも悪いです。もう数少ない86の妹が訪ねてきてくれたのだ。86のマスターとして格好をつけさせてほしい。ありがとうございます、右田機関士。ミクロ、お言葉に甘えます。時間と場所間違ってなかとよね。うん、地元告知がうまくいかなかったケースかな。ともかく電話をかけてみるか。ごめんなさい、ウエストカは用意できたんですけど、オイル大牟田から持ってこれなくて。無理をするな、僕が持とう。ありがとうございます。清掃すぐに始めても大丈夫ですか？僕らは全く問題ないが。私たち3人だけと地元の人一人もいなかと。いたらいいなって思ってたんですけど、ごめんなさい、全然来てくれませんでしたね。地元告知はどのようなものを行ったのだ？園内にポスターを貼ってビラ配りもしたんですけど、だけど普通の人には大牟田から湯布院は遠いみたいで。いや、大牟田での地元告知ではなく、ここでの D51-1031 の地元湯布院での告知の話だ。そこまではミクロはできなかったから、市役所の人にできればお願いしますって頼んで。あ、よかった、それなら望み
ゼロじゃなかとね。だな。やったら私今簡単なポスター書いちゃう。あのそれってどういうことですか？まず湯布院での地元告知は全くされていない。これは市の対応としてはごくごく当然のことだ。え、そうなんですか？市は市民に対して平等でなければならん。そして全ての告知に協力すればそれを悪用されかねん。ミクロ、そんなこと全然知らなくて。だからいいことだから手伝ってもらえるかなって。最初は誰でもそんなものだ。一つ一つ覚えていけばそれでいい。はい。響と僕が安心したのは告知がなされてなかったからだ。その方が状況はよほどマシだろうからな。告知がダメだったから。あ、そっか。告知してても全然人が来てくれないなら。そう、この D51-1031 は完全に見たくもないものと地元の方に捉えられてしまっている可能性がある。書けた。あ、見たいです。見せてください。大急ぎやけん荒いけど。わー、かわいい。やっぱりすごいですね。これは拡大コピーして作業する近くに貼っておくのかな。そう、あとは等倍でコピーしてビラにしてご自由にお取りくださいってしてもいいと思う。なるほどな。そっか、清掃に参加したいっていう人がもしいたらその人が参加しやすくするためのポスターなんですね。あるとないとじゃ大違いだって思うから。ミクロもそう思います。だからこれ今すぐコピーしてきます。あ、私も行く。ニーニーは荷物見てて。わかった。お待たせ。大通り沿いのお店もいくつかポスター貼らせてビラ置かせてくれた。響さん、お願い上手ですごいです。みんなニコニコ喜んで貼らせてくれて。ああ、では今度こそ始めよう。とはいえ僕らもここまで傷んだものの清掃は初めてだ。どっちにしても整備の許可をもらえてないですから、まずはごく当たり前の掃除からやっていきましょう。では僕は掃き掃除から始めよう。響は演出度の中を頼めるか。あ、ニーニー、あったまいい。開くかな。ハンドルバキとか言っちゃったらどうしよう。渋いようなら周りからオイルを浸透させよう。ともかく無理をして破損させることだけは避けてくれ。うん、怖いようだったらニーニーに代わってもらう。どう？あ、回った。やった、開く開く。ウケる、何あれ。すっげえ、 SL ってあそこ開くんだ。今だミクロ、あの二人にビラをお渡ししてこい。女性の方にお渡しするんだ。上出来だ。あとはともかく僕らも掃除を始めよう。はい。演出度の中濡れ落ち葉でいっぱい。こんなのが入る隙間なんて。あ、煙突からか。ミクロ、マスクも買ってあります。
ミクロ、しばらくほうきを預かっててくれ。はい。よっと。なるほど、確かに落ち葉だらけだ。上を歩くのも怖いほどだな。慎重に行かねば。ミクロ、ほうきを。ああ、すまん。響き、中継してもらえるか。はーい。すまなかった。これから下へとゴミを落とす。落とし終わったら声をかけるゆえ、掃き集めてくれ。はい、わかりました。そこって乗ってもよかっちですか？普段はダメだ。立ち入り禁止。危険だからな。が、今日は清掃のための特別な許可を得ている。特別な許可っちゃ。すげー、俺もやってみたいっちゃ。ちょうど今、掃き掃除が終わったところだ。オイル…いや…これから缶磨きに入るところだが、手伝うか？缶磨き？何それ、面白そうっちゃ。俺やりたい、やってみたいち。ずーれー。じゃあ俺2番。順番争いなどしなくても、みんなで一斉にできることだ。ランボード上でふざけたら即座に下ろす。事故でも起きたらこの SL が解体されかねんからな。はい。いい返事だ。ウエス、いくらでも使ってください。ありがとう。わあ、すごいっちゃ。真っ黒になったっちゃ。かい、本当はこぎゃん色しとったね。あとはもうこのウエスで缶を磨いていけばいい。オイルを足したければ下にいるお姉さんにハケを渡せ。いつでもオイルつけますから。ありがとうございます。では始めよう。すごいっちゃね、これ。ゴシゴシやるだけで磨いたとこえらいツヤツヤの真っ黒になるよ。このプレートみたいなもん、こいで磨いちゃってよかっちゃですか？よかっちゃだが、ウエスの綺麗な部分で磨いてくれ。貸してください。はい。私たちもなんか掃除手伝いますか？もちろんです、助かります。わざわざ着替えてきてくれたんですか？はい、すぐ近所なんで。ありがとうございます。それじゃ、そこから上がってっていうか、上がりますか？大丈夫？ああ、大丈夫っす。俺が先に上がってよって。ありがとう、ともくん。よかったな。地元の人も本当はお前を気にしてくれていたのだな。おじさん、これ磨けたらどんどん他んとこやってよかっちゃですか？よかっちゃだが、移動の時には十分に気をつけるようにな。はーい。あら、おじいさん、あれを見てくださいな。 SL の掃除かな。地元の方たちが頑張ってらっしゃるね。あら、参加歓迎ですって、おじいさん。楽しかった。だな。ね、ニーニー、私オイル臭かったりホコリ臭かったりしなかった？どれどれ。チュッ。
えへへ、今日のご褒美もらっちゃった。そんなものでは足りんだろう。今日も響きは大活躍だったからな。ううん、私は今日はあんまり。一番の大手柄はやっぱりミクロちゃんやけん。ああ、それはそうだな。実際大した行動力だ。ミクロの行動がなければ D51-1031 はあのまま解体されていたかもしれんな。うん、でも今回は良かったけど、解体の危機が遠ざかったとは言えんでしょ。だな。ポスターを貼らせてくれた床屋さんが次回もぜひと言ってくれたのは大きかろう。それは確かに。けどあの状態からの復元はやっぱり行政とかが絡まないと。そうかもしれんな。石綿の除去が必要であれば専門業者に頼むことが必須となるであろうし。予想以上に状態が厳しかったしな。あの状況で下手に子供たちに人気が出るなどしてしまうと。うん、事故とか本当に起きちゃいそうな危なさって思った。かといって行政、由布院市が保存整備に向けてすぐに予算をつけてくれるということも考えづらいな。っていうかそれはないと思うと。手作りの性質、あれって長期計画だって思うけん。そうか、言われてみればだ。活用するなら毒の塔にそうしていたろうし。やけん考えんと。今回の成果をドギャンして D51-1031 の、ひいてはミクロちゃんの機体の保存につなげるか。政治家の目も響きは手に入れたのだな。え、なんかいきなり。単純にそう思い、ゆえに素直に称賛しただけだ。あ、うん、褒めてもらえたってそぎゃん風には感じたばって。意外か、僕の評価が。のっていうか、その物の見方、自分では前とはあんまり変わってないって思うけん。そうか。あ、いや、そうか、そうだな。細部を見ると同時に全体を見る。この一点に筆を入れつつ画面すべてを把握している。いや、逆か。逆って何が？全体が見えすぎてしまっていたゆえ、響きはきっと繊細になり傷ついたのだ。ああ、それはあったかも。今もあるかも。ミクロちゃんも同じなのかも。ん？言うとったでしょ、あの子。今のミクロはまだ何にもできてないから、みたいに。ああ、そういえば言っていたな。だから86にはまだ会えない、と。うん、ほら、86ってラジオと通信以外にもテレビニュースとか新聞とかに出ること多いから。なるほど。それで、ある意味86が実際以上の偉大な存在のように見えすぎてしまっているわけか。かなーって。けどね、ミクロちゃん見てたらそれも悪いことじゃないかなっても。うん、そこは完全に僕も同意だ。悪いことになってしまうのは結果を出せず歪みが歪みのままに残ってしまう場合だ。ああ。ゆえ、結果を出そう。D51-1031 を整備保存し、それをミクロの
38696の整備保存につなげる結果を。うん、そうしたい。今日一日でも大きな実りと数多の学びがあったのだ。ちょこっと待って。先ほどまでに出た以外だとサッカー少年たち、彼らはまた参加したがっていた。あのカップルもまたやったら、言ってるのを知ってくれたら来てくれるかなって思う。だな。地元告知は本当に大切だ。特に湯布院ではポスターは観光客にも見られようから。ご夫婦も参加してくれたとね。だって観光客の人は告知のターゲットにしづらくなかと。なぜだ。だって汚れられんけん簡単なことしかしてもらえんし、旅の思い出にはなるかもだけど、リピーターには。ああそうか。ゆえに湯布院市の手作りの性質の長期計画からデゴイチは。え、ドギャンしたと。ミンミ響き、お前は僕を自慢にしてもいいかもしれん。え、そんなの前からしとるっていうか、それほどいい考えば浮かんだと。いい考えかどうか自分では冷静に評価できんが、観光客が整備できる、そうした保存法はどうだろう。え、ってやけん観光の人たちは通りすがりやし。通りすがりゆえ思い出作りに気軽に参加できる。そこには何の責任も発生しないのだから。汚れについては服を貸し出す。ナッパ服を着るは僕らにはもう当然のことだが。そっか、嬉しかった。初めて来た時、機関士さんになったみたいって興奮したと。だよな。その喜びと整備清掃体験は観光資源として活用できるような気がする。お人よでだったら成立すると。お人よはだって SL の町やけ。しかしお人よでは人員的にも場所的にも厳しい。石像機関庫はすでに満杯。ガマ出す前にも場所はない。え、そんな、例えばクラフト公園とか。鉄道拠点から遠すぎる。誰か一人交代ででも随時整備清掃を監督指導できる人間の常駐が必要なら。うん、運河森機関庫車両工場だな。あそこであれば理想的だ。あそこでだったらそれ自体を観光資源にできると。ボロボロの保存機がみんなの手で治っていくの。通りすがりの観光客たちが鉄道員の服装での清掃や軽整備などを実際に体験していく。絶対記念写真とか撮るし、 SNS で拡散してもらえたらやってみたいって人に届くかも。整備ノート的なものを作って希望者からは連絡先をもらうようにできればさらにいいな。そん中からはリピーターさんも生まれてきそう。そうした者たちを集め数ヶ月に1回の重整備をする。ケレンやパテでの穴埋めや塗装直しなどの技術ばつけた人が実際に鉄道整備を仕事にしていったりとか、そういうのも出てくるかも。そうしたサイクルを作り上げれば個人に頼らず、かつ観光活用をしながらの生態保存が叶うかもしれん。そん記録ば振り返れるときっともっとよかとよ。ガム出すみたいなみんなのギャラリーみたく。どうかしたか。そっか、みんなでちょっとずつ力ば集めて、逆に分散できるとこば分散して。ん、言えた。ようやく私の列車、私の理想の食堂列車。おお、ニーニーのおかげで私かけると。電力面では収まっておりますね。重量強度計算よしです。この設計なら安全基準
満たしますね。あ、メニューもバッチリいけとるばい。ほんと、どれも美味しそうだし、朝もお昼もスイーツも晩ご飯も待ち遠しくなっちゃいそう。コストもよく考えてあるね。仮に人件費が40になっても、これなら利益を出せる。え、人件費が40って40万円ってことですか？40は 40% のこと。深見ちゃん、 FL コストって言葉知ってる？ああ、聞いたことないです。私も勉強したばっかりの飲食店用語なの。 F がフードで原材料費、 L はレイバーで人件費。そうなんですか。で、 F と L の合計が FL コスト。これが売上高の 60% 以内なら経営的には安全圏って。へえ、勉強になります。です、固定型の飲食店より食堂列車の方が人件費も文字通りのランニングコストもかかるんですよ。どうしてわい？あ、それはわかるかも。車掌さんとか運転手さんも必要だし、水とか電気とかのこと考えたって。ああ、水道ひねってじゃあってはいかなかと。あ、ナギ様、よくアイディア思いついたばい。念のためだが、淡水車の水は使えんぞ。兄さん、ナギ様の心読みよったと？読まずともわかる。機関士ならば一瞬は心に浮かぼうからな。兄さんも考えよったと？どぎゃん理由で淡水車の水ばいけんと？水タンクには室下の井戸水をガンガン入れる。飲用に必要な水質検査などを全く受けていない。ああ、そりゃいけんばい。食は水。そこを間に合わせで済ませるように思われては、観光リゾート食堂車としての根底が成立しなくなる。じゃあそこにはきっちりお金かけんといけんね。そうだな。食堂列車で食事をおろそかにはできん。が、走るたび赤字になっては運行を継続できない。そりゃそうばい。ばってん、今の話だと削れるとこって少なそうばい。それにこのメニューすごく原価率高そうです。馬肉とか鮎とか。あ、スポンサー。それもある。メニューに店名とお取り寄せの案内とを併記し、広告費総裁でコストを抑える。へえ。スポンサーは予測していたけれど、それもあるなら他にも工夫が。そうなんです、キサキ先輩。原価率を抑えるためには廃棄食材を極力減らす。そのためには一食材を複数の形で使えるようにする。ああ、なるほどね。確かにメニューをよく見るとそうなっているか。けど選ぶ楽しさも必要だって思うんです。だから事前にコースを選択してもらって。なるほど。全席指定でコースも事前選択ならば、食材ロスは究極的に減らせるんだね。そうなんです。で、調理方法も限定できますから、厨房設備からコンロを一つ削ることもできました。メニューについてはお人よステーションカフェでのアンケートとモニター調査もしています。ポジションを取っていることを加味しても、この成績ならメニュー面での不満も出なさそうだね。おいしそうばい。どっちのコースも食べてみたかと。うん、私も。朝は和定食で、お昼と夜は洋風で、帰りには逆で食べてみたい。安全面、設備面、メニューのことまで考えられてる、すごく素敵な厨房デザインだって思います。ありがとうございます。
それで棚上げになってた列車全体の名前およびコンセプトと外装デザインなんですけれど。それまだ一つだけなんですけど、アイデアはありません。由布院市長のお話やステーションカフェの経験から私すごく思ったんです。はあ、綺麗ばい、深く青ばい、朝早くの山の色ばい、球磨川の水の色みたい。日の出のほんの一瞬前、ブルーモーメントの空の青だね。ありがとうございます。だから青にしたんです。山の、水の、空の、すべての色だから。レールがつながったその先と、駅と駅とはお隣同士になれる。お隣同士、確かにですね。たとえ駅間がどれほど離れておりましょうとも、二つ先の駅はお隣さんのお隣さんですね。どこまでもご近所さんです。そうね、レイナ。本当にこの列車は九州全土をつなぐための最初の一両だから、名前は繋げるための食堂列車、簡潔にして明瞭、良いお名前かと存じます。お空を、お山を、お水を繋げるための食堂車さんなんですね。覚えやすいばい、綱食ばい。で、なぎちゃん、その略称じゃツナ缶ばっかり出てくるみたいに聞こえちゃうよ。略称はともかくいいんじゃないかな。妙に気取った横文字よりもよほど僕たちらしい。私も賛成です。名前にもデザインにも、それからもちろんコンセプトにも。つなげる食堂、決まりだな。ならこの件はこの件として、湯布院の出ごいちの件だが、湯布院市長からの内諾は得た。内諾って、観光体験型整備清掃の？そちらは拒まれた。得られたのは無償譲渡の内諾だ。移送費が移送先負担ならどこへ持って行ってもいいと。ああ。でだ、その条件でお人よ鉄道として引き受け先を探します。第一候補はもちろん久留大鉄道、豊後森機関庫で。え、それって任せちゃってよかったですか？もちろん任せてもらえるならですけど。お任せします、甘えます。バーレットさんの鉄道人脈に頼りまくります。なら責任を持ってお引き受けしちゃいますね。本当に心強いし大いに助かる。いつもながらだが、ありがとう。いえいえ、私たちの中じゃ。あの甘えついでって言ったらあれですけど、もう一つだけ、一人にだけ、私確認取りたくて。ああ、枕ネーにも、私つなげる食堂の図面見せて OK もらいたかけだな。私も見てもらった方がいいと思います。枕さんなら乗客代表の目で見てくれそうですし。確かに、それに僕とは違う現場の経営者としての目線でもチェックをしてくれようし。枕さんがお墨付きをくれたら、つなげる食堂に興味を持ってくれる人きっともっと増えます。です。うん、ならば
バッテン、もしお墨付き場もらえんかったらドギャンスと？ナギちゃん？いや、かまわん。心配なことよ。きっと分かってもらえるし、そうならなくても分かり合えるとこ見つけるけん。ねえねえ、私のねえねえやけんね。あんね、キーちゃん。うん。うちは、今列車、よう乗らん。そっか。わかった。ありがとう。あ、キーちゃん。ただ、言わないで、ねえねえ。ねえねえにここで教わっちゃったら。私、また全部一からやり直しだから。そう、ねえひーちゃん、お姉ちゃんたち姉妹やけんね。うん、ほんならね。まだせ、キーちゃん。響き。響き。行こう、響き。僕の部屋だ。着いたぞ、響き。かま出したけん。一生懸命かま出した。かま出したのに。ああ。そうだな。響きも僕も頑張った。なのに私届かんかった。どころか悪かとこだって。わからないのは僕も同じだ。が、事態はおそらくそれほど悲観的ではなかろうさ。先に習えば 90% 以上の賛同は得ている案だ。極論すれば 10% 未満の異論への対処を考えればいい。無論万人に受け入れられるプランなど所詮は作り得ないものなのかもしれん。それはそう。やった、すごくデザインだって気に入らんとは言おるけど、ねえねえの目やけ、私よりずっと遠く
広く見る。やけ、公園と私もきっと見つけと。うん。ならば落ち着いて考えてみよう。マクラ姉が見たものは何か、僕らが見落としてしまったものは何なのか。わからんけ、それが私にはわからんけ。だが僕もいる。二人でならば見えるかもしれん。僕一人では見えんのだ。だから響きと見つけたい。ねえ、言ってた、この列車よう乗らんって。ああ言っていたな。よう乗らんってねえねえに乗ってほしかったのに。それは誰より枕姉が一番強く分かっていよう。分かってくれてって。ああ、そうありながらそれでも乗れんというのなら、乗ること、受け入れることがどうしてもできんのだ。どげんして。過保護なのだ枕姉は。だから響きが傷つくことを極度に恐れる。だって私今傷ついて。致命傷から響きを守るためだろう。響きが一番深くどうしようもなく傷つくとしたら、それはどんな時だ。ジンジがおらんようになる時、ネーネーがおらんようになる時。その次は、響きは何を失いたくない。エヴァ書くこと、デザインすること、デザインでお仕事すること。ああ、どうなれば絵やデザインの仕事を失う。誰も頼んでくれんようになったら、そしたらお仕事できっけ。つまり信頼を失ってしまえばか。あるいはどこかにそうした要素が。どこにあると。そうならんよ、一生懸命勉強ばして準備したのに。なのに私いっぱい見たのに、勉強したのに、わからんけ、まだまだ全然足りんけ。そうだな、足りない、足りてないのだ。僕らは無力なのだから。僕の手は美智子をつかめなかった手だ。響きのことを今はまだ守り導ききれぬ手だ。いいに。だがな響き、僕はこうしてお前の涙を拭ってやれる。そうして涙を拭うことしかできない手でも。あ、響きとつなぎ合うだけでこんなに広くを受け止められるようになる。つなぐ手の数足りておらんと。うん、それはわからん。僕はただお前のことを愛おしく思い、お前の言葉を思い出していただけだった。私の言葉。線路は線路とだけじゃない、人の心も
人の笑顔もきっとつなげてくれるから。あ、僕らは立場と力を得、きっとそのことを忘れてた。つながることの本質をいつか利害に埋もれさせてた。つながることを広げること、たくさんを受け入れられるようになること。ああ、そうなのだ。豊後森のボランティアさんが言っていた。線形機関庫はシンボルなのだと言ってた。だからリゾート食堂列車も象徴になれればきっとうまくいくだろうって。象徴になるには、愛されるには、お人よの湯布院の手だけでは足りない。響がさっき言った通りに、枕姉の目はきっと広くを見る目なのだろうな。うん。それを持ち合わせぬ以上、僕らは広くとつながろう。うん。しかし、そうするためにはいささか面倒な。面倒でもやろ、ニーニー。議会の承認ば取り付けて、キサキ先輩に。ポーレットさんにも助けてもらって。そうだな、やろう。広げるために、つながるために、実際に会いに行かなきゃ始まらんけ。ほいで、わざわざ小屋んとこまでまた来てくれよったとですか。はい、お話を改めてお伺いしたいって思って。いやー、響先生にお話しできるようなことは大まかは話しましたが、ああ、湯布院の出口の件は行きちもうてしもうてすみません。いえ、ここにゆかりがあった子が来てくれるならそれが一番だって私たちも思っています。私の一言が運動のきっかけになったって聞いて、すごく光栄で嬉しいこととも感じました。実際わしらも思うとったとですよ。線形機関庫に蒸気の中とはまっことしまらんと。はい。そこを響先生のお言葉に押してもらって、動き出してみれば思わぬほどにトントン拍子で。響先生のご提唱された体験観光型展示、あれはここでもやらせてもらいたいと思うとります。ぜひやってください。あのやり方はきっと機関車みんなのものにできると思いますから。ですな。誰かのものでは、そん誰かが頑張れんとき釜を道連れにしてしまいかねんけん。そうなんです。だからこのやり方、私九州全部に、全国に広げたいんです。響先生は物のあり方や形だけでのうって、その未来まできっちりデザインされるとですね。褒めすぎですけど嬉しいです。本当にありがとうございます。いやいや、これでも言葉が足りんくらいです。それで私たちみんなの食堂列車、あの子の未来もデザインするためお話をお聞きしたくて。ああ、
は損お話でしたな。バッテンわしに話せるようなことはもう全部。あの時は歴史だけしかお伺いできなかったから、だから今日はお気持ちを聞かせてほしいんです。気持ちいうんは、どんなリゾート食堂列車なら乗って旅してみたいか。わしんような年寄りにそぎゃん話ば聞かんでも。みんなからできるだけたくさんを聞きたいんです。お年寄りの、子供さんの、働き盛りの人のお話を。食堂列車が走る沿線のすべての地域、すべての駅を利用する。そうやんでしたか。響先生はリゾート食堂列車ばみんなの象徴に育てようとしておられるとですな。はい、沿線のみんなの、そしていつかは九州のみんなの。若者らしくよか夢ですな。じゃっとんそいば難しかとでしょう。ああ。正直それはそうですね。あちらを立てればこちらが立たない。でしょうな。どこもんも縄張り意識の強かですけん。縄張り意識って言っちゃえば悪く聞こえますけど、それは郷土愛の強さの表れだとも思います。だからお聞かせいただきたいんです。木本さんの豊後森の縄張り意識、むしろ全開バリバリで聞かせてください。豊後森をよく知るあなたがリゾート食堂列車に望むものを。まあここまで年取りますとの、外への興味ばだいぶ薄れてしまいましたがの。強いて言うなら、旅行中にリゾート食堂列車ば線形機関庫に入れてやってほしかと思いますの。おお、それすごく面白いです。貴重で他にない体験に、世界的にもおそらくは類を見ない貴重な体験の提供になるかと思います。誰だって鉄道に興味なかったって嬉しいですよ。こんな素敵な建物に列車に乗って入っていくな。そげですか。いやー、言うてみるもんですな。そげは面白がってもらえるだけでも嬉しかったです。こちらこそ本当に嬉しくてありがたいです。他にも何かもしもご希望があれば。え？ああ、昼のサイレンですの。ちょっと待ってて使わせ。あ、奥さんも？だろうな。弁当でも届けに来たの。いや、まあ冷めたらうまくなかっていいよってですね。熱々ですね。あ、タゴ汁、この辺のってどんなのですか。ああ、右田先生には珍しくもなかったですよ。うちんやつば熊村出身ですけん。あらら、お隣、すごい偶然けど、地元の味を食べ損なってちょっとだけ残念。そうやんと興味あるとでしたら頼みましょうか。雲仙の店長に頼めば届けてくれますけん。あ、とちのきさんですね。私たちもまたお伺いしに行きたいって思ってて。おお、そりゃちょうどよかったですな。とちのきも食堂車復活させるいう話ばどうなったと。食堂車の復活。
そうだ、僕らはそこに囚われていた。故に自らデザインに枠をはめてしまっていた。え？何？その枠を外してしまえばいい。ならばいける。最高の食事を届ける手段は調理だけではない。ニーニ、なんか思いついたと？無論、僕らの食堂列車の暗号だ。これならば世を乗る食堂列車になれる。誰にとっても。え？響きが来たいと望んだから、会って話を聞きたいと強く望んでくれたからだ。ナンバ私のおかげとよ。なんだ、響きはまだ気づいてないのか。たくさんの人たちと会って話してきたこと自体がだ。その声を乗せる食堂列車を僕らは走らせられるから。なんでどげんして。それはじっくり説明するが、差し当たって今一つだけ構わんか。もちろん、何でん構わんけ。言うて、どげんことでも言うてみて。列車の名前だ。つなげる食堂。素晴らしい名ではあるのだが。もっとよかとがあるなら聞かせて、ニーニー。いや、書こう、響きとともに。作るのではなく運び込むのだ。取れたてを車内にインする食堂だ。故に そっかそれなら。ああ、できるとも。走ろう響き、今度こそ。